めろ、マサラ。しつこいな、死にかけのくせに。私のチャクラがもう死んで。キュウリのチャクラが心音も聞こえない。しっかりしろ、ナルト。なんで医療忍術が効かない。風影のガキ、頼みがある。そいつをわしの代わりとして入れろ。それでナルトは助かる。ヤツの瞬身の術はわしの封印式に書き込まれたもの。分かったな、ガーラ。今のところそれ以外にナルトが助かる方法はない。残り少ないチャクラでできること。飛ばすぞ。せめてわしの近日で魂だけでも。まだらめ。カリーも援護するわよ。うちの邪魔すんな。助けのところへ行くんだ。どけ、この野郎。渦巻きクシナと同じ力。うちを舐めんな。見せろ。すげえ、オロチマルのやつ抜けおったか。まあいっか、向こうへ行ってももう遅いからね。にしてもあやつ何者じゃ。大丈夫かカリ。ああ、中田より、サスケが、サスケが感知できねえんだよ。陸道の力か。あとは左目だな。かつてのあんたの馬鹿げた夢は今はもう行かせない。行かせてたまるか。あんたの夢は今はもう目の前なんだから。誰だ。オロチマルはサスケの状態によっては体を奪いにかかるかもしれない。サスケのいた場所に誰かいる。チャクラに覚えは。このチャクラすごく嫌な感じがする。彼の風はここまでかしらね。ちくしょう。青春パワーマックスで、みんなのところへ行くぞ。ネジ、本当に許さないんだから。待ってろよ、すぐに駆けつけてやる。カカシ。少しばかり体が重いんだ。陸道の任務か。くだらん。テンテン、ぶつくさ言うな。二人とも大丈夫？はい。え？嘘？これって確か。お前らもしつこいな。待て、ミナト。チャクラを感知仕様に変えてみろ。まさか。先生。カカシ先生、ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。ナルト。ナルトのキュービからの伝言だ。ほう。俺もだ。今の俺なら。今度こそ。こいつを。キュー、これでお前をやっと奪ってやったぞ。どうなった？
ナルトはどうなんだ。マダラ様、遅いぞ。クロゼツ、こちらから出向いてやったわ。すみません。よし、左目と合わせて持ってこい。これはオビトの時よりもさらに。マダラ、どうやって陸道の力を。行くぞカカシ。貴様、まだだ。あんたに話がある。まだだ。ナルトには奴の中のキュービが必要。ここぞという時でなければダメだ。冗談はよせ。この世界を否定する存在がまだだ。それは俺の道でもあった。それは俺が示してやった。この世界を救った救世主として、陸道仙人が示したこの世界。失敗した。いいか、人と人の精神エネルギーを。ガラ、分かっている。力があるから争いを、力がないから全てを。最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く。ここは地獄だ。忘れたのか。こっちへ来い。そう、まだ今でもお前は救世主なら。戦術螺旋丸。俺の死体をまたがれることがあっても。ならそれを確かめる。お前が死体にならねば。仲間に託すこととは違うと今ならわかる。頑張れオビト。それも約束だよ。今の俺はホカゲを語りたかったウチハオビトだ。オビト、お前やっと自分を。すり抜ける。俺から美獣を奪い弱体化を狙っているのか。弱いな。カカシ、オビトはあっちでキュービを渡すつもりなのか。一度仙人化しただけは。マダラ、あいつはいつでも私を殺せた。ナルトは運んだ。あとはお前が向こうへ飛べば。お前はいつも上から目線で。